今回はフラックスンを w e b u i フォージで使ってみたいと思いますまずは w e b u i フォージを最新版にアップデートしたものを用意しますするとこのように SD やら XL やらフラックスやらうんフラックスがありますねということでフォージがフラックスに対応していますこのフラックスにチェックを入れてもらうとフラックスに最適なセッティングにしてくれるようです 後半で説明しますが、生成するために色々と準備をしましたら、まずはこのままの設定をベースに、ステップ数を20から50の範囲で振ってみます。ちなみに私の環境は RTX4070Ti でメモリ64なのですが、20ステップで大体いい30秒から40秒くらいかかります。最近は XL でも4時なら数秒で生成できていた環境に慣れてしまったので、3、40秒は結構長く感じます。 50ステップでは1分半くらいですかね。生成されたグリッド画像を見比べた限りでは、まず20ステップでの生成結果は全てのグリッドで低画質に感じますね。そこから30、40、50と行くにつれ画質が上がっているんだと思いますが、この辺はもう個人の感想なんじゃないかと思います。 正直並び替えられたら当てれる自信はないですね。なので生成時間との兼ね合いで30くらいが妥当なんじゃないかと思いました。皆さんはどう思われますかさて、次はサンプリングメソッドを全部言ってみますね。数があって時間がかかるのでステップ20でサイズを512768に落とします。ちょっと試した感じだと。 特定のものは画像がバチクソぼやけたりしていたのですが、どうでしょう。プラプラ 2M は生成できてますね。あとはオイラーも生成できていますが、オイラー A はできていないですね。個人的にはプラプラ 2M かオイラーがいいですね。 では、先ほどのサンプリングメソッドに、スケジューラーを全部かけていってみましょう。まずはプラプラ 2M から。SGM とシンプル、この2つの画質がいいですね。 次はオイラーで行ってみましょう。先ほどの SGM とシンプルは画質がいいですね。ノーマルとベータもいいですね。DDIM は絵柄が変わりましたね。SGM かシンプルでいいかもです。 次に CFG スケールを検証してみましょう。初期値が1だったので、低い値じゃないとうまく生成できないのかもしれませんね。ステップ30、オイラー、シンプルの組み合わせで検証します。にゃんこがトイレでスマホいじってるプロンプトを入れてみましょう。1から上がるにつれ、少しぼやけてくる印象を受けます。3に行くと生成できていませんね。 次はチョッパーをプロンプトに書いてみたらそれっぽいのが出てきました。チョネキですね。今回は NF4 というモデルを使用して生成してみました。他に FP8 というモデルがありますが、違いとしてはこのような形になっているようです。大体ですが、冒頭で紹介した私の環境では、NF4 で30ステップ。 896×1152 のサイズを生成すると30から40秒。FP8 では2分半ほどかかりました。容量も NF4 が 11GB。FP8 が 17GB ほどもあるので、ストレージと相談ですね。フォージ用のフラックスワンモデルのダウンロード先は概要欄に貼っておくので参照してください。ふう。今回はミッドジャーニーを超えるスコアを叩き出したという注目のモデル。フラックスワンを紹介しました。 工事用のモデルのダウンロード先は概要欄をご覧くださいね。バイ